日本兵庫県川辺郡稲川町稲川町障害学習センター稲川町障害学習センターは日本の兵庫県川辺郡稲川町にある社会教育施設公民館と図書館が併設されている稲川町は1955年の六瀬村と中田に村の合併による成立後も長らく常設の公立図書館が設置されていなかったが 1989年に実施したどんな町にしたいかを問う町民アンケートで図書館や児童文庫の充実が16.4%を占める第3位となったことを受け稲川町総合公園の整備に合わせて園内に図書館と中央公民館を併設した文化創造センターを設置する方針が1991年に打ち出された生涯学習センターは1997年の 触れ合い公園全面共用開始に先行して1996年3月23日に開館し、同時に稲川町立図書館として阪神地区公共図書館協議会へ入会した。同協議会に参加している、伊丹市、川西市、三田市、宝塚市、尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神館7市に居住している場合、各市立図書館と同じ条件で、 稲川町立図書館の相互利用が可能である。1階に中央公民館、2階に町立図書館がそれぞれ設置されている。毎週月曜日と毎月第1木曜日、年末年始は休館。阪神地区公共図書館協議会の相互利用以外に、兵庫県立図書館の蔵書もインターネットで予約して受け取り可能である。本館の開館以前から、 阪急日生ニュータウンに日生図書室が設置されている。蔵書数は約1万5000冊。過去には町北部の六瀬地区に六瀬図書室が設けられていたが、移動図書館サービスの開始に伴い2000年3月に廃止された。廃止時の蔵書約3500冊は六瀬コミュニティセンターへ移管されている。移動図書館は2000年4月にサービスを開始し、 公募により、イナクるッと強盗と命名された。長東部と北部の11カ所に、ステーションが設置され、月1回のペースで巡回している。視聴覚ホールをはじめ音楽室、工作室、和室、会議室などが設置されている。利用には、町の公共施設利用者登録が必要で、町外の個人、団体が利用する場合は、割増しが適用される。川西バスターミナルもしくは、 乗せ電鉄、日生中央駅から半急バスに乗り、総合公園、またはパークタウン中央バス停で下車。稲川町立図書館に関するカテゴリー。ありがとうございます。